丸森町高野で開かれた今シーズン初となるタケノコの出荷式には、生産者や町の職員などおよそ20人が参加しました。丸森町のタケノコは、福島原発事故による放射性物質の影響で出荷制限が続きましたが、2022年度からは8つある地区すべてで全量検査を条件に出荷制限が解除されています。今日の検査でも放射性物質は検出されませんでした。組合によると、今年は3月に気温の低い日が続き、生育が1週間ほど遅れましたが、質は例年並みということです。大変喜ばしい思い出いっぱいです。大豊作になると思いますので、ぜひ皆さん足を運んでいただきたい。高野地区では去年33トンの収穫にとどまりましたが、今年は60トンの収穫を目指しています。出荷されたタケノコは町内の農産物直売所などで販売されます。